ゆっくり飛行機チャンネル。うん、うん。そんなにうなってどうしたの？この前テレビで見た有名人、名前をど忘れしちゃって。誰だろう、特徴を言ってみたらどうだ？黒髪で陽気な感じの人だったよ。おいおい、いくらなんでもそれだけじゃ情報が少なすぎるぜ。黒髪で陽気な有名人なんてたくさんいるわよ、もっと他にないの？うん。そうそう、パンツ一丁で変なダンスを踊りながら規制を発していたよ。小島よしおだ。もしかして、ゲーとか言ってた？チントンシャンテントンとか言ってたか？ああ、言ってた言ってた。やっぱり小島よしおだ。むしろなんで最初にあの特徴を言ってくれなかったんだよ。最初に聞いた情報だけじゃ絶対に小島よしおだなんてわからないわね。でもこれですっきりしたよ。ありがとう。なんだか調子を狂わされるぜ。そうだ、情報不足といえばこんな出来事があったんだ。というわけで、今回は国際連合834便墜落事故を紹介するぜ。国際連合って、まさか航空会社じゃないよね。もちろん、国際連合は世界平和や経済発展の実現を目的としてできた機関よ。国連と訳され、現在加盟しているのは合計195カ国で日本も加盟しているわ。事故が起こった2010年当時、舞台となったコンゴ共和国は非常に不安定な情勢だった。そのため国連によりコンゴ民主共和国安定化ミッション、通称モニュスコが設立され、平和維持活動が展開された。今回のフライトでは、この活動に関係する国連の職員が乗客として搭乗していた。平和維持活動に従事していた人たちが利用したフライトだったのね。そんなフライトで事故なんて、一体何が起こったのかな？それでは前置きはほどほどに、経過の確認から始めていくぜ。お願いします。事故が起こったのは、2011年4月4日のこと。国際連合834便はアフリカのコンゴ共和国の都市、キサンガニを出発。同国の首都である、キンシャサへ向かうフライトだった。使用機材は、ボンバルディア CRJ100 という小型ジェット旅客機だ。この機体は国連が所有していた機体だったの？いや、このフライトはあくまでチャーター便として運航されていた。実際の運航を受け持ったのは、ジョージア航空と呼ばれる航空会社だった。機体を保有していたのもジョージア航空、同社所属のパイロットが操縦を担当した。このフライトで操縦を受け持っていたのは、当時27歳の機長だった。いつも取り上げるような旅客便の機長と比べると、若い気がするね。彼の総飛行時間は、約2800時間程度だったそう。対する副操縦士も22歳と若く、総飛行時間は約500時間程度だった。機長と比べても、さらに経験が少なかったのね。ベテランはフラグと言うけど、これはこれで少し心配だ。ジョージア航空による運航ではあったが、便名には国連を示す UNO が付けられた。同機には乗員や国連職員といった関係者を含めて、合計33名が搭乗した。そして午後12時過ぎ、834便はキサンガニを出発。巡航高度3万フィート上空を目的地に向け、順調に飛行していた。キンシャサへの着陸は午後1時55分頃が見込まれており、乗員たちは目的地には積乱雲があるものの着陸に支障がない旨の連絡を受けていた。今のところ大丈夫そうね。午後1時39分、同機は目的地に向けて高度1万フィートまで降下を開始。しかし気象レーダーの画面には、発達した積乱雲の存在が映し出されていた。あら、着陸できるのかしら？それは空港の周辺に存在し、状況によっては着陸が困難になる可能性があった。降下開始から10分後、乗員たちは管制官に空港の天候について尋ねた。すると管制官は、210度から8ノットの風が吹いていること。8キロ程度の視程があること。空港周辺に積乱雲が存在していること。局地的な雷雨が観測されていること。ノーシグニフィカントチェンジ、と言って、しばらく天気の変化が見込めないことを告げた。ちょっと天気が悪いくらいの感じかな。そこまで心配するほどじゃなさそうに見えるわね。一方の乗員たちは、気象レーダーに映る積乱雲が非常に大きいことに気づいた。機長は悪天候に苛立ちを覚え、言葉遣いが乱暴になる一幕もあった。副操縦士も積乱雲を示すマゼンタ色が、気象レーダーの広範囲にわたって表示されていたことに驚いた。想像以上に天気が悪かったのね。機長は積乱雲の移動速度が速く、空港に到着する頃には改善されるだろうと考えた。そのため、引き続き空港への着陸を試みることにした。834便に割り当てられた滑走路24は、西南西の方角に伸びる滑走路だった。同機は空港の左側から侵入し、誘導電波を捉えて滑走路と整体する予定だった。そして彼らは侵入に先立って、天候について再び管制官に確認した。
その時告げられた気象条件は、先ほどと大きく変わらないものだった。天気が悪くなってきている気がするけど、本当かな？そして午後1時50分、同機はローカライザーを利用した空港への侵入を開始。しかし思うように減速できず、250ノット近い速度で侵入を続けた。かなり速いわね。それから4分後に滑走路を視認、自動操縦を解除し手動操縦に切り替えた。同機は少しずつ減速しながら滑走路に接近。しかし十分減速する前にフラップを展開したため、速度超過警報が作動した。着陸を目前に控えているにもかかわらず、なんだか不安定な状況ね。さらに管制官は先ほどまで8ノット程度だった風速が、25ノット程度まで強くなってきていることを連絡してきた。やっぱり天気が悪くなってきているね。着陸直前には、ガラスを打ちつける雨粒の音が急激に大きくなった。大雨に突入してしまったのね。そう、そのため視程が急激に低下し乗員たちは滑走路を見失ってしまった。機長はワイパーのスイッチを入れたものの、相変わらず滑走路は見えなかった。滑走路が見えないんじゃ、着陸するのは無理そうだ。副操縦士は何も見えない、ゴーアラウンドしましょうと機長に告げた。機長はこれに応じ、ゴーアラウンドを宣言。フラップを格納し、水力を増して着陸をやり直すために上昇を試みた。そのまま上昇を続けるかに思われたが、なんとその直後に機体は急降下に転じた。どうしたんだろう。急激に機首が下がり、10度近い機首下げ角度で地面に向けて急降下。そして834便は急降下から立て直すことができず、空港の敷地内に墜落した。ああ。機体の損傷はひどく、最終的に助かったのはわずか1名だけだった。たった一人。国連のチャーター機でこんなことが起こってしまうなんて。このことは世界中で報道され、注目を集めた。その中には、当時の悪天候が原因で着陸に失敗したとの見方を示す報道もあった。確かに天気は悪かったけど、なぜ上昇から急降下に転じたのかな。機長や副操縦士が無理に着陸を続けたわけでなく、上昇して着陸をやり直そうとしたのに事故が起こった理由が気になるわね。なぜ834便はこのような事故を起こしたのか、それは動画後半で説明しよう。お願いします。事故原因として真っ先に疑われたのは、やはり空港周辺の悪天候だった。飛行記録装置を解析し挙動を分析したところ、ゴーアラウンドの直後に事故機が乱気流に巻き込まれていたことが分かった。やっぱりそうだったのね。急降下から立て直せないほど強い乱気流に巻き込まれたんだね。そうだ、風速は毎秒12メートルから15メートル程度だったと見られている。かなり強い突風だ。乗員たちは着陸前から天候に対して懸念を持っていたわね。この時、空港周辺ではスコールラインと呼ばれる雷雨を伴う嵐が観測されていた。乗員たちの様子から察するに、かなり激しい嵐だったようね。そうだな、管制官に天気を尋ねた時点では大きな問題はなさそうに思えた。ところが今回発生したスコールラインは、非常に速い速度で移動。その速さは、時速 40km から 50km に達したそう。なるほど、天気が急変しやすい状況だったのね。そうだ、空港周辺の天気は急激に悪化していった。着陸の際、乗員たちはローカライザーを捕捉していた。しかし、実際は本来の経路を少し逸れて飛行していたことが判明した。どうして経路を逸れて飛行したのかしら？それは悪天候を避けるためだったと見られている。事故機が滑走路に停滞したのは、空港からわずか3キロの地点だった。滑走路に近づく直前まで、嵐を避けようと試みていたんだね。それほどまでに空港周辺の天気が悪かったということね。しかも急激な天気の変化は、急激な視程の低下も引き起こした。事故機が空港に近づくにつれ、雨風が激しくなっていった。雨が強くなるにつれ視程も低下、驚くべきことにわずか10分で視程が8000メートルから500メートルまで低下した。とてもじゃないけど、着陸を試みることができる状況ではなかったね。でも事故機が管制官に天気を尋ねたとき、そこまで悪い状況じゃなかったわよね。なぜ天気が変わりやすいことを教えてあげなかったんだろう。当時今後共和国では気象レーダーの設置が進んでいなかった。そのため、正確な天気がわからなかったのが大きな問題だった。さらに管制官は天候を聞かれた時、ノーシグニフィカントチェンジ、という用語を使っていた。これは先ほど言ったように、30分以内に天気が急変しないことを意味している。でも実際はその逆だったね。そのため今回の事故は気象の観測が不十分だったことが一因となり、天気が変わりやすい状況だったにもかかわらず逆の意味を示す用語を使ったこと。また乗員に対して正確な情報を提供できなかったことが、悪天候にもかかわらず侵入を続ける判断をしてしまう大きな要因になった。確
確かにそうだ。でも乗員たちは時期の気象レーダーを見て危険を認識していたね。機長や副操縦士の反応を見る限り、とても激しい嵐だと思っていた様子ね。空港の状況は分かっていたはずなのに、なぜ侵入を続けたんだろう。侵入中に滑走路が見えていたことが、その一因だったと考えられている。実際、機長はこの嵐は長くはとどまらないだろうといった旨の発言をしていた。管制官からの情報提供もあり、すぐに天気が良くなると考えた可能性もある。彼の言った通り移動速度は速かったけど、天気が回復する保証はなかったわね。報告書ではこの状況で侵入を続けたことを、不適切な判断だったと指摘。通常より高速で不安定な侵入が、判断を誤らせた可能性があると推測している。確かに機長は苛立ちを覚えていたし、冷静な判断ができなかった可能性があるわね。さらに乗員たちの操縦に不適切な点があったことも分かった。例えば、事故機が規定速度を超える速さで降下していたこと。最低降下高度で、滑走路を視認しているかのコールアウトがされていなかったこと。最低降下高度を下回った直後、滑走路が見えなくなっても侵入を継続したこと。これは判断に一部問題があり、手順が遵守されていなかったと言わざるを得ないわね。正確な天気が分からなかったとはいえ、侵入を続けるべきではなかったね。滑走路を見失った後は副操縦士がゴーアラウンドを促したため、機長はゴーアラウンドを宣言して上昇を試みた。しかしこの時の飛行記録を分析したところ、水力が不十分だったことが判明した。上昇するための水力が不足していたのね。さらに上昇のための機種上げ角度も不足していたことが判明。本来は上昇20度の機種上げが必要だったが、8度にとどまっていた。なぜ水力や機種上げが不足してしまったのかな？機長がトガスイッチを押すのを忘れたためだと考えられた。トガスイッチ？これは離陸やゴーアラウンドの時に押すスイッチだ。スロットルレバーの近くにあり、押すと操縦システムがゴーアラウンドを認識する。しかしこの事故では、トガスイッチが押されていなかったことが判明。さらにレバーがトガ1まで前進していなかったため、水力が不足した。これもまた本来の手順を遵守したものではなく、正しくはトガスイッチを押してレバーをトガ1まで前進させる必要があった。これに関連して、トガスイッチを押さなかったことによるある弊害があった。弊害？スイッチを押すと、フライトディレクターが適切な飛行姿勢を示すはずだった。具体的に言うとフライトディレクターが10度の機種上げ姿勢を示すため、乗員たちは計器の表示に従って飛行するだけで適切な上昇姿勢を取ることができた。トガスイッチを押せば、適切な姿勢を取れたはずだということだね。なるほど、なぜ機長はトガスイッチを押さなかったのかしら。焦って忘れてしまったのかな。その可能性もあるが、機長の飛行訓練が不足していたことも一因だった。機長は昇格訓練の際、たった1回のシミュレーター訓練しか経験していなかった。たった1回だけって、そりゃいくらなんでも不十分でしょ。そうだな、そのため機長はゴーアラウンドやウィンドシアの対応に慣れていなかった。乗員たちの訓練や経験が不足していた可能性が高いね。機長は同型機で、約1622時間の飛行経験があった。しかし機長としての飛行経験は、わずかに117時間程度だった。さらに副操縦士も、同型機での飛行経験は344時間程度だった。どちらも十分な飛行経験があるとは言えないわね。機長と副操縦士の組み合わせに問題があったケースも紹介したことがあるね。さらに本来、滑走路に侵入するには最低2400メートルの指定が必要だった。しかし当時はそれを下回っていたにもかかわらず、空港が閉鎖されていなかった。もし滑走路の閉鎖に踏み切っていれば、侵入を続けることもなかっただろうね。ゴーアラウンドしたにもかかわらず、乱気流に巻き込まれたのは非常に不運だった。しかし大きな危険が迫るまでに、様々な要因が隠されていたのも事実だった。本当ね、不正確な気象情報の提供や不十分な操縦訓練。たとえ今回乱気流に巻き込まれなくとも、いつか大惨事を引き起こす可能性があるわね。事故が起こる前から、要因が蓄積されていることも珍しくないね。今回の事故を受け、今後共和国で気象レーダーの導入を進めること。シミュレーター訓練の回数を増やすこと、気象局及び管制官の訓練の強化などが図られることになった。これが国際連合834便墜落事故の概要だ。正確な情報を収集して、それを適切に提供することはとても大切なのね。そうだな、優れた人でも物事を判断するには必ず情報が必要だ。私たちも他人から与えられた情報や自ら感じた情報を分析し、どんな状況でも落ち着いて的確な判断できるようになりたいものだぜ。決して簡単なことではないけれど、冷静に判断することを心がけたいね。それじゃあ、航空小話のコーナー。
今回はブリティッシュエアウェイズ3271便で起こった出来事を紹介するわ。イギリスの航空会社だな。2019年3月25日、同機はロンドンシティ空港を出発。目的地はドイツのデュッセルドルフで、1時間程度の飛行が予定されていた。ところが着陸の直前、機長はエディンバラ空港に着陸するとアナウンスした。え、目的地と全然違う空港だ。そう、乗客たちはこの放送を聞いて異なる目的地に向かっていることに気づいた。目的地を間違うなんて、そんなことがあるのか？案外そういうトラブルは何例も起こっているわ。同機は出発地の北にあるエディンバラに着陸。デュッセルドルフに向かいたいかを乗客に尋ねると、全員が挙手したそう。そりゃそうだろ。本来の目的に向かうための離陸まで、約2時間半の待機を強いられた。その関係食は提供されず、トイレも使用できない状態だったみたい。待ってるのも結構過酷だね。それにしても、なぜ目的地を間違えてしまったんだ？詳細はわからないんだけど、書類や手続き上の不備があったそうよ。そのため乗員たちはエディンバラ行きだと思い込んでしまったんだとか。お客さんからしたら予定が狂って大変だっただろうけど、何もなくてよかった。本当だな、でも乗客の中には不信感を持つ人もいるだろうな。皆さんもどこかに向かうときは目的地に間違いないか、しっかり確かめてみてね。それじゃあ今回の動画はここまで、ご視聴。ありがとうございました。どこまでも。